田舎で小学校の先生になるつもりです。しかし大吾さんはこの間のいざこざを見て、さらに先生自体に対しては批判的な目線を持つようになりました。そこでそんな先生に、こんな先生にだけは絶対ならぬという考えをお聞きしたいですってことなんですが、こんな先生にだけ絶対なるな、なるべき先生像を探した方がいいんじゃないですか、それだったら。うん、こんな先生に絶対なるなんて、ダメな例なんか挙げたらキリがないと思うので、うん、そうですね。まあでもやっぱ社会に出ないとダメですね。やっぱりね、人に何か言うときとか、そういう順序とかもおかしくなっちゃうし、やっぱり閉鎖空間に出ると自己保身に走っちゃうんで、先生、専業の先生ってどうなんだろうなって僕はやっぱりちょっと思っちゃいました。先生しかやったことがない人って。うん。だって社会に出てそんなんじゃ生きていけないぞって言われた人たちが、社会出ないで大学出てからそのまま学校に入っちゃったら、社会のとこ知らないで入ってくるわけじゃないですか。だから今考えたら、進路指導とか進路相談とかで皆さん将来何をしたいのかとか、どういう大学行きたいのかって聞かれたと思うんですけど、いや大学出てそのままさ、学校に来ているっていう先生って、学校、職員免許の、教職員免許の取り方しか知らないじゃないですか。で、言っちゃ悪いけど、教職員免許って大して難しくないじゃないですか。運転免許ぐらいのレベルじゃないですか。多分。僕の知り合いもやっぱり取ってましたけど、なんか食いっぱぐりで、だから一応教職免許取っとこうかな、みたいなレベルで取れる人がほとんどだったと思うので、その人に進路相談をして、一体何が相談できるんだろうってのは、僕はずっと学生の頃からこれは思ってまして、僕もやっぱり進路相談室じゃないけど、進路相談とかで将来何したいのかとか、どういう大学行くのかとか、聞かれたことありましたけど、そのね、行くの僕サボってたんですよ。行きたい、相談したくないから。お前に相談することなんかねえと思ってたんで。うん、だから僕はほら、高校の時に底の悪い生徒だったから、先生にあんまり好かれてないと思ってたのは、こういうことです。はい。あと僕やったのはね、高校の時にやったのが、高校の時に僕も問題児だったってことを言っとかないとアンフェアだと思うんで、どれぐらい問題児だったか言っておきますね、一応。高校の授業を受けるよりも、自分で本読んで勉強した方が早いって僕は思っちゃいました。だから、本当に興味がない先生というか、面白くないというか、教え方が下手な先生の授業の時には、耳栓して参考書を自分で勉強してました。とかやったし、で、それだったらちょっとあまりにも失礼なんで、で、僕がやったのは何かっていうと、僕の高校って内申点とか、そういうので推薦があったんですけど、僕推薦最初からもらう気なくて、先生に、いや、俺、推薦なんかいらないからと。で、そして推薦なんかいらないって断言しちゃったら、先生にペコペコしないで済むじゃないですか。だから僕推薦いらないっていきなり言った生意気な生徒で、で、かつ何したかっていうと、確かにうちの学校って、ここちょっと、うろ覚えなんですけど、確かね、40点とか50点とか以下になると赤点なんですけど、そこ行かなかったら OK なんですよ。で、中間テストと期末テストの点数を足して2で割ったものが、その1学期分のテストの結果になって、で、これが、赤点50点とか40点とか、切らなければ OK なんですよ。で、僕何したかっていうと、したらじゃあ期末の勉強とか、期末テストのね、その学校のテストってテスト対策をしないといけないので、受験とは別で。効率悪いじゃないですか、その勉強するの。だから僕何したかっていうと、中間テストでほぼ満点を取ります。中間テストで。したら、期末テスト受けなくてもよくないですか ?0 点でも。0点でも2で割ったら、確か40点切らなきゃ OK だったのかな、うん、だったと思うんですけど、そうすると、中間テストで100点取ったら、期末テスト受けなくても50点だから2で割ったら、したら通るんですよ。したら期末テストの授業はサボっても OK だし、自分で図書館をこもって勉強することもできるし、学校をそもそも休んでも問題ねえと思って学校に行かなかったりとかしたんですよ、僕。それぐらい嫌な、生徒でした。はい。だったんだけど、結局、出席日数が足りなくなりそうになって大変な思いしたって記憶もあるので、はい。だから僕はね、高校の時にあんまりいい生徒ではありませんでした。はい。ただ残念ながら、僕の年、僕が高校卒業した年って、理系で東大に入った人は一人もいないはずで、で、理系で慶応入れたのも僕だけだった気がします。はい。文系で東大はね、同級生一人いたと思うんですけど、理系で東大に入った人はいなくて、で、慶応入ったのは僕だけだったような記憶をしています。はい。出席日数足りなくなって笑いましたね。はい、あ、足りないと思って。そう。でも、この時はね、嫌なやつなんですよ、また僕が。すいません。もう言いますね。僕、高校の時超嫌なやつだったと思います。先生から見たら。どれぐらい嫌なやつだったかっていうと、出席日数足りないじゃん。じゃあ、どう考えるかっていうと、でも、進学校だから、誰がどの大学に行ったってのは飾りたいはずなんですよ。ってことは、僕がいい大学に受かってしまったら、出席日数足りなくても多分卒業させてくれんだろうなっていう風なことは思ってました。はい。まあだから僕は高校の時には本当に嫌な生徒だったと思いますよ。うん。間違いなく。
嫌われてたと思いますし、まあ、嫌われて当然だったと思います、思いますし、まあ、嫌われて特に困ることもなかったんですが、あんまり言ってなかったんで、はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。